はい、キューバさんです。今回はニーアウトまたの続きやってみたいと思いますと。前回、なんだ、A2 さんの、ポッド支援プログラム が多分おそらく 2B さんの指示に、はい、機械生命体の破壊と出ております。2B さんの指示でね、つくことになりました。A2 さんの横につくことになりました。まあ、その辺のやり取りがちょっとね、前回あったんですけども、まあ、A2 からしたら邪魔だみたいな感じ、まあ、2B さんに言われてるから支援しないとダメなんだよみたいなね、こう横に空中に浮いているポッドさんがこうやり取りするところがありました。まあ、今後のプランは何なんだみたいなことを聞くと、機械生命体を倒しに行くんだよと言ってたんで、まあ、倒しに行くことになります。なんだ、砂漠に砂漠になんかいるらしいんで、砂漠行けみたいな話になってたんで、ちょっと砂漠向かってみましょうか。もうお前ら動物あれなんだ、あ、もうこのままなんでこう走っていこうとしてるんだ俺は。転送装置使えよ。はい、転送装置で砂漠まで向かいます。転送装置で、砂漠、まあいろいろ選べれますね。とりあえず砂漠のこうキャンプって入り口ですよね。入り口のところから行ってみましょう。ポチッとなと。あ、A2 さんも一応これ入っちゃうんだ。それ入るよね。転送するために入るの分かってんだけど。使えるんだ。裏切り者の A2 さん入れるんだね。まあいいや。はい。機械生命体をぶち殺すと、こう、物騒なこと書かれてますね。はい。ジャッカスさん、久しぶりですね。ジャッカスさん、こんな顔してんだ。ちょっと話してみる。お前はいつ？いや、なんでもない。気をつけてろ。なんだこの、なんか、裏になんか意味を含んだような言い方だったの、こいつ。これ、ショップ、あれだ。別に欲しいものはないんだけど。無事だったか。このエリアは幸い被害少なかったが、これからどうなるかわからない。なんか交換していくかい？そう、交換はいらないんだけど、もう手持ちいっぱいのやつ売っちゃおうよ。なんかあ、回復はまあ持っててもいいような気はしなくもないけども、この98個も持っとく必要はないよね。まあ備えめったら使わないとは思うけど、まあ、20個ぐらいちょっと売っとく。はい、20個。あと、なんか99ぐらい持ってるのあるんじゃないの？はい、あります。お、意外といっぱいあるな。もうこの辺のやつとかも半分ぐらい売っとこうか。2、3、4、ガッとぴったし。はい。これで50個売っちゃう。こいつも50個売っちゃおうか。こうぴったし止めるか。2、3、4、ペッ、ほら、あ、51だった。まあ、いいか。51個打っちゃう。これ、へこんだ金属がいた。もう50個で止めちゃうから。1、2、3、4、ペッ！ほら、いったいった、ほら、みんな、もう目押しだよ。いや、違う。単にタイミング合わせただけ。これ、チタン合金も、レア度の高い金属が使われている部品？いや、こんだけ持っても意味ない。まあ、とりあえず、これは30個ぐらい打っとこう。1、2、はい！ほら、ちょっと遅かった。31個。もうないんじゃない？もう90個持ってるのないでしょ。これまだ持ってんな、これ。これも30個ぐらい打っとこうか。はい、ほら、びったし。はい、30個。あとはもうないんじゃない ?90、99個持ってるのはないんじゃない？これね、スクロールしながらね、あ、これ、今、売り時？売り時なのかな？てか、金儲けても何も買うことないんだけど。まあ、とりあえず、これも30個ぐらい。いや、20個。あ、ダメだ。ぴったり止めれねえ。いや、何目指してんだ、俺は。もうないでしょ。もうないよね。もう、アイテムら長っ。ちょっと。もうピロ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 になってますけど、これもうそんなに、あとはチップよね。はい、チップ
ップだらけ。これチップもね、多分ね、なんか見直したら合成できたりとか しそうなんだけども、もういいや、めんどくせえ。はい、とりあえずこんな感じで、販売終了。お金持ちになっちゃいました。もう前からなんですけどもね。はい、戻ろうと。はい、さよなら。じゃあちょっと砂漠のね、なんだ、目的なんか砂漠にでっかいのが出てるらしいんで倒しに行こう。 A2 さんは A2 さんなりにいいな。これなんだこれ、今なんか赤いレーザー出てたな。録音しようとしたのかこいつ。あ、チップな、なんだあいつ、何あれ振ってんだ。切っちゃおうか。オーバーキー。ああ、今度はこっちが荒ぶっちゃった今。大丈夫だ、抜けれた。はい、目的地向かいましょう。どっちだ。これ走ってると普通にカメラがもう真後ろについちゃうんでね、先が見づらくてしゃあない。これちょっと この辺の位置がいいんだけど、この辺の位置トイヤ。お、あ、今二段ジャンプがちょっとなんかかっちょいい二段ジャンプかなと思ったら、ちょっと偶然出ただけだったですね。これなんかあんのか、これなんかいいアイテムなんじゃないの。パイライト。あ、なんか落ちてる。これも本当レアなアイテムなんじゃない。あ、これ取るには、あ、なん空中取れないっす。あれ取れないわ。まあいいか、どうせ大したもんじゃないだろう。よし、どこ、あ、もうどこ向いてんだろうと思っちゃうの。どこにしやがったこいつ。チタン合金、早速チタン合金手に入れた。砂漠まで到着しましたよ。お、曲が変わった。こっち方面まっすぐ行けば目的地っぽいんで、まあダッシュしていきましょう。じゃあ行くと、これね、でも第2週目の最後で、あれだ、2週目の最後じゃねえや、3週目の初めか、トゥービーさんが、まあ、一応、エイクさんにね、こう刀で、ね、まあ、日本のカハラキリ風に言えば解釈、まあ、ハッキングされてたんでね、ウイルス、トゥービーさんウイルスに侵されてたんで、もう死ぬしかないみたいな感じでね、あとは A2 に頼んだよという感じで、亡くなった状態になってますけども、おそらくね、この僕思うんですけども、 A2 さんの中にトゥービーいるんじゃないかなと。ああ、目的地に来ました。でかいのがいます。いるんじゃないかなと思うんですよね。そうじゃないとなんかトゥービーさんも 9S に救えない気がして。あ、いた今わざと当たりに行ったふうになったの。これ今まだ語られてないですけどね。あ、衝撃波。語られてないけど、これ多分前のね、 9S が周りの機体生命体にこう分散するような感じでバックアップ取ったじゃないですか。あんな感じにね、おそらくこの A2 の中にウルビーいるんじゃないかなと思うんだよね。いるんじゃないかなと思いながら、結局何の大したことないな。そんな設定ないのかもしれないけども、あ、ムービー入りました。いやでも悲しいな。あれで 2B さん終わりっていうのはなんか悲しい。でかいのが出てきました。砂漠地帯用に進化した機械生命体の水素、水晶、敵機械生命体の破壊、
任せられなくても。いいんじゃない？あ、なんかレーザー撃ってこようとしてる。レーザーやめてくれ。こんな弾よけなんて無理だよ。核融合ユニットの出力を増大させる B モードは危険。 B モード危険？攻撃力は増大するが防御力は低下し、メンテナンスコストも増大する。はあ、その証として最新型のモデルからは機能削除されている。あ、そうなんだ。旧型モデルで悪かった。あ、何バーサーカーモード、これやってもいいの？これB 長押しやってみっか。いや、まあ、おいおい、ちょい B な、おい、ちょっと待て、長押しする余裕ないわ今。ちょっとだけ先生 B だ。A2 のような旧型のアタッカーモデルには射撃機能はない。推奨、遠距離攻撃手段を持つ本随行支援ユニットに対する感謝の提示。着せがましい。これあのポッドに射撃任せろ、任せたければ感謝しろよって感じなの。どう感謝したらいいんだろう。というかあの B ボタン押してもいいのかな。長押し押してみる。大丈夫これ。いやでもガードが弱くなるみたいなこと言ってたから。大丈夫、押してみるぞ。いいのかな。でも B 長押しって前のなんで 2B さんと 9S だったら自爆モードじゃなかったの？やったことないけど。 B って、ね、自爆モードじゃなかったっけ。え、自爆しないよねこれ。 B 長押ししてバーサクモード。いや、ちょっとお前らもう容赦ないなこいつら。いや、死ぬことないと思うんだけど、今でもでも B 長押しって言ってるぐらいだから押してもいいんじゃない。押してみていい、これ押してみるよ。押してみるよ。 B 長押し。行ってみます。長押し。リミッター解除。暴走。暴走。え、何？ちょっと、おい。何今の？ずっとじゃないのね、やっぱりね。距離大きい。上がんなこいつら。なんだよ。あ、ロックオンが出た。ロックオンで倒そう。バーサク、お、何？警告、危険を感知。EMP 攻撃。ダメじゃん。推奨、離脱。離脱？どう離脱したらいいのこれ。ムービーだし。離脱できないし。あ、なんだこれ。EMP 攻撃の衝撃によって、A2 のメモリ空間に、ハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。A2 さんになっても、このゲームモードはあるのか。いや、めんどくせえ。俺このゲームモード嫌いだ。面白くないんだ。そんなこと言っちゃダメだ。ていうか、あの、いや、これ、キリあんのこれ。あといった。あ、ここ、はい。もう、倒せ。あ、これで終わりじゃないの。次だな。なっちゃうわこれ。マウスの操作が難しいんだよこれ。あ、いった。あ、まだ続きあるじゃん。これね、角度がね、マウスに合わせて角度なっちゃうんで。本来は、故障すべきだが。2B と干渉継続し、
状況によっては処分。本データは 2B の記憶データの断片、生存時にヨルハン海司令官より受けていた命令。その字幕を読んでるとシューティングがおろそかになるし、シューティングしてると文章読めねえ。今なんか大事なこと言ってなかったんじゃない？え？なんか 2B の記憶が何とかかんとか言ってたな。読めてねえ。違うよ、行こう。何？来たんだ。生きる意味を与えてくれ。ありがとう。やめろ。当該レートは夜8体 A2 自身の記憶と言って。うるさい、さっさと鉄柵を切れ。今のは A2 の記憶？私たちは同じだ。ほら、誰にも頼れず、ただ泣き叫んだ。うるさい！うるさい！わあ、なんだろう。やっぱ中にいんのかな、トゥービー。お、なんだなんだ。ポンド1号さんへ。情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。ああ、やっぱりいるんじゃない？ええー、何これ？ずっと支援するわけじゃないのこれ？切り替えれんの？いや、とりあえずそのまま A2 で行ってみようかな。ああ、A2 の記憶領域に B2 のデータが、ちょっと、混在している。ああ、やっぱ一部入ってんだ。っていうか、この、何？こう、ラストに、こう、2B いましたよーっていう、こう、サプライズを用意してんのかなって言ったら、もう速攻入ってるって言われちゃったよ、これ。なんか感動薄れちゃったな。まあいいか。混在しているようだ。どのような影響を与えるか、このまま経過を観察しようと、まで、ポッド042、会話機能に問題があるようだと。ネットワーク機能が破壊された機械生命体だが、継続して暴走している個体も多いと。怪我するように、了解。倒れてる。おはようございます、 A2。 一体夜吐き体 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化、砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ、
ああ、レジスタンスキャンプはまだ生存してんの？いや、まあその人はいないのかもしれないけど、行けばそういう部品とかが残ってるってこと。ああ、エトゥさんいいな。あ、いいな、エトゥさん。ちょっと今これね、逆光になってるんでちょっと見づらいから、こっち向いてください、エトゥさん。こっち向いて。あ、擬態の整備、燃料、ろ過フィルターを交換しないとダメなのね。ああ、これなんか出来上がった、3周目の頭に突如として現れた、あのなんだ、オブジェなのかな。ちょっと砂漠で見づらいですけど、まあてな感じで、とりあえず今からキャンプに向かおうと思いますが、今回はこの辺にしときましょう。はい、なんかいろいろとね、あの裏の事情的な、今まで分かんなかったことがどんどん分かってくるような感じになってます。ああ、首がもうなんか機械っぽい感じになってるな、首の関節が。A2 さん、はい、てな感じで、今回この辺にしておきます。また次回この続きやってみたいと思います。この動画が良ければ、そのなんだ、いいねボタンとか、まあ、別にいいこと大したことやってないけども、チャンネル登録とかもよろしくお願いいたします。はい、てな感じでまた次回よろしくね。ではさよなら。